では、第7の講義のパーツ2です。1番の方は内容結構濃いんですから、それをゆっくりとノーツ書いて、聞いてください。で、パーツ2の方は初期ジャズについて、パーツ1はジャズの環境が作られた話で、パーツ2が具体的に音楽の話しますけど、簡単に言えるのが、レコード会社がもう十分、大きくなって、レコードという業界が、メジャーの業界になっていて、毎年のリリースの数がどんどん多くなりますし、いろんなジャンルの音楽がある。だから、ジャズエイジとか、ジャズの時代を言うんですけど、すべての音楽はジャズではないんです。どちらか言うと、ジャズの方は、ちょっとインテリっぽいとか、教育のある、教養のある人たちが好きだった音楽。一般の人は、もっと簡単なポップミュージックみたいなものも聴いてたから。それほど、19世紀の音から変わってないものが、それでも十分あったんですけど。で、レコード会社が大きいメジャーなものになっているんですけど、保守的ですよ。だから、レコード会社が今まで売れたものはもちろん知ってるんだけど、これから何が売れるのはわからないんですから、できるだけは同じようなものを繰り返して出してるんです。それがもう決まってる人がこれが買うものですから、それ安全、ビジネスの戦略として。でも、それは少しずつ変わるものだから、レコード会社が、保守的で、新しいものを提供するんですけど、もうそのビジネスモデルですから、毎週新しい曲出さないといけないことで、ある意味で、よくちょこちょこと実験しないといけないです。でも、だから10年代までには、ジャズという、音楽の存在は広く知られるようになったんですけど、そういうスピーキーズみたいなところ行かないと、実物のジャズは聞いたことない人がほとんどだと思いますよ。で、少しずつ20年代に入ると、それが、ナイトクラブとかいろんなところで聴けるようになる。もちろんレコードも出るんですけど。最初に出たレコード、ジャズの名前を使っているレコードは、聞いたらジャズではないんじゃないかと思われるんです。それはどちらか言うと、ラグタイム。ブルースも同じです。ブルースのレコード、ブルースというものが、曲のタイトルとかよく使われるようになってたんだけど、やっぱり本格的なブルース、今わかるブルースは、録音されるのはだいぶ後です。だから、17年にオリジナルディクシーランドジャズバンドというものが、というグループがあって、で、これはニューオーリンズのミュージシャンたちで、で、後でわかるんだけど、本当はジャズやってるんですけど、その時には、録音されたのは、ジャズよりラグタイムっぽいで、コミカルなもので、ジャズとしては高く評価されないでしょう、今聞いたら。で、また、初期ブルースの録音は、例えば、ミーミー・スミスは、20年に、That Thing Called Love という曲は、今聞いたら、ブルースのコード展開はあるんですけど、ブルース、あまりブルースっぽくないです。他の、ブルースミュージシャンがその後は出てくるんですから。で、もう一つのは、レコード会社が保守的では、それは人種のことですね。もうアメリカの文化だから、必ずどこ行っても人種が問題になります。で、レコード会社が、当時には、当然、白人のお客さんが黒人のレコードを買わないじゃないかという前提があったんです。本当はそれが間違ってたんです。すぐ分かったんですけど、最初の方は、オリジナルディクシーランドジャズバンドみたいな白人のバンドの方が、
中心にされてたんです。で、まあ、思わず、白人が、黒人がやっているジャズ好きだったっていうことで。で、もう一つは、音楽の技術が、録音の技術が大きく変わるんですよ。1924、5年ぐらいから、マイクロフォンを使うようになるんです。電子録音が始まるんです。それまでにはアコースティック録音で、まあ、それもネットで調べたらいいと思いますけど、それぞれの楽器が音が大きくないと録音できないんですから、音楽にはちょっと微妙なところはあまりないんですね。で、発声とかはみんなすごい大きい、まあ、オペラみたいな発声では大きい声で歌ってるとか、みんな大きいフォルテで楽器やってる。で、24、5年ぐらいからには、電子録音が始まる、マイクロフォンが使えるようになると、音楽が大きく変わります。まあ、それも、みんなそれぞれ、見た方がいいと思いますけど、まあ、ニューオーリンズがジャズの始まるところで、初期ジャズに、すごく大きい存在で、ルイ・アームストロングっていう人で、1901年生まれだそうですけど、で、彼は、若い時からコルネットやってて、で、その後は、バンドに入って、トランペットとコルネット両方を使ってたんですけど、アームストロングが、すごい、性格も良くて、陽気な人で、よく、パフォーマンスは面白かったから、よく売れてたんですよ。で、彼が最初には、キング・オリバーバンドで、で、24年に、フレッチャー・ヘンダーソンバンド。フレッチャー・ヘンダーソンは、まあ、ニューヨークのミュージカルなどに参加してた、黒人のビッグバンドみたいなものですね。アームストロングが、呼ばれて、そこではちょっと、初めて北部の都会でやってたんですけど。で、その後で、自分のバンド、Hot 5とか、その後、Hot 7を組んで、もう、本当に20年代のジャズエイジの定番で、もう本当にクラシックばっかりを出しているんです。全部、この下のノーツには、推薦のプレイリスト書きますから、みんな自分で YouTube で調べて聞いてください。本当に聞いてください。んで、もう一つのアームストロングが、スキャットシンギングというは、アームストロングが、言われるのが、ある日のレコーディング中には、歌詞を忘れちゃったから、適当に声が楽器を真似して歌い出して、みんなすごく好きだったから、それも、トラッドジャーズにはもう一つの中心的なテクニックの一つで、アームストロングがやった。アームストロングは、まあ、人間国宝みたいな存在になりますね。白人も黒人もすごく愛した人で。でもう一人の、ニューオーリンズ出身の、アームストロングより年上ですけど、初期ジャーズの大事な存在で、ジェリー・ロール・モートン。ジェリー・ロー・モートンが、また、ピアノです。で、モートンが、本当に初期ジャズ時代に、1900年から、ライブやってたから、ラグタイムからジャズの切り替えの時期には活躍してた人で、まあ、いろいろ、自伝の中には、自分がジャズを作ったとか、その大げさの発言はあったみたいですけど、本当は、大事な、アーティストで、また人間国宝的なレベルで、モートンのピアノジャズが、ラグタイムの後のピアノの新しい使い方を創立した人ですから、ジェリー・ロール・モートンもいっぱい聴いてください。で、トンデの20年代の中盤の方では、デューク・エリントンが現れるんです。
デューク・エリントンがあのワシントン出身で、あの中流社会です。あのワシントンはあの黒人のコミュニティが非常に大きくて、十分あの、中流社会の階級があって、エリントンはあのピアノ家にあったものですから、エリントンのバンドの特徴が、もちろんジャズが普通には即興的にやる音楽ですから、あのレコードだったら、あの片面3分しかないんですから、その余裕があまりないんですけど、でもライブだったらその制限がないんですから、あの曲を伸ばして、新しいことを入れられる、あのソロのことは、そのコード展開に従っての違う方向に行くとか、そういうことがあるから、エリントンはバンドをすごく強調してたんです。だからエリントンは作曲ももちろんしてたんですけど、編曲がとても才能があったもので。で、あの、エリントンは、あの、性格は良くて、あの、ジャムセッションで即興的にやってて、あの、次の曲のアイディアを出したミュージシャンと作曲の権利を分けてたんですから、共作の曲が非常に多くて。で、これが初めて、あの、ニューオーリンズスタイルではないジャズが現れる。もちろん先ほど言ったフレッチャー・ヘンダーソンもちょっと実験をしてたんですけど、まあ、ジャズが、あの、ここではちょっと新しいものになるんです。ニューオーリンスタイルはその後はディクシーランドとかの言い方もあるんですけど、エリントンが現れてすごいヒットすると、違う、あの都会が生んだ、ジャズが始まります。で、エリントンは長くニューヨークのハーレムに、コットンクラブというナイトクラブで、バンドがやってたんです。それはちょっと問題のクラブですね。コットンクラブのパフォーマーとスタッフは全員黒人だけど、お客さんは 100% 白人だった。そういう差別的なところで、あの、エリントンはやってたんですけど。まあ、エリントンの曲、いくつかもリストアップしますから。で、あの、ジャズは、あの、黒人の音楽は多分断定的には言えるんですけど、どの音楽でも一つのスタイルになったら、実力あるミュージシャンがそのスタイルでプレイできるんですよ。だから、あの、これが黒人の音楽って言ったら、もう日本人はジャズできないっていうことで、白人はジャズできないんだけど、もちろん、あの、いい白人により、いい日本人によりジャズは、あるから、スタイルになってから、だから黒人コミュニティ出身のものだけど、ブラックミュージックではないです、断定的に。だから、20年代にでも、あの、ビックス・バイダーベックとか、優秀な白人のミュージシャンもいっぱい現れていたんです。もう、ジャズが、あの、時代の象徴で、あの、とても面白いですよ。で、ブルースの方は、あの、ベッシー・スミス、っていう、あの、ブルースの女王みたいな、人が、これが、あの、ブルースの展開の曲です。あの、間違いない。これは他のジャンルではないんですけど、あの、大体ベッシー・スミスの伴奏はジャズバンドですよ。だから、ジャズとブルースのつながりがここでは強いです。あの、ルイ・アームストロングとの共演もありました。で、ベッシー・スミスの歌い方がすごい、あの、ブルースの定義するものに近いんですよ。ベッシー・スミスも、あの、もちろん黒人で、あの、すごく有名、すごくいっぱいレコード売れた人だけど、まあ、あの、時代は時代ですから、そう。人種の問題はいろいろあった。で、これが、あの、先ほどのメイミー・スミスの話の続きでは、これが初期ブルースと結構違うものですね。だから初期ブルースは録音されてないんです。で、いきなりラジオのことは話してましたんです。で、その、
いきなりラジオが1925年で技術が進んで、初めてアメリカで全国ネットワークができたんです。電話回線を利用して、生中継でニューヨークからロサンゼルスまでの全部の間のところが一つのラジオネットワークにつながるようになったんです。で、これで、ニューヨークの有名なブロードウェイのパフォーマーとか、ロスでの映画関係の人たちのパフォーマーとか、全部はアメリカのどこでも聞けるようになったんですから、圧倒的にはみんながラジオ欲しくなった。で、そのラジオがまだちょっと高いものだから、みんなのエンターテインメントの予算はラジオの方に行ってしまって、レコード業界が大きいスランプに入る。で、どうしたらいいの？もちろん、その時にはラジオでのレコードを放送禁止してたんです。ラジオは全部生演奏で、スタジオライブということですけど。だからどうやってそのお客さんが、レコードをやめないでのレコードも買うことに、レコード会社が初めて考えたのは、今まで、レコードになってない音楽のジャンル、または、全国ネットのラジオに出ない音楽がレコードだったら、だから20年代の、26、7年ぐらいから、初めて初期のブルースの音、カントリーブルース、だから本物のブルースのレコードがその時から出るんです。で、もう一つが出るのは、今言うのはカントリーミュージックです。で、それは、田舎の白人たちの音楽と言うんですけど、それもブルースの影響を受けた音楽で、フォークも受けた音楽で、アコースティックで、ギターと、ベースとか、そういうストリングバンドみたいなものですけど、カントリーミュージックもこの時代から、レコードになって、それも売れるようになったんです。大きくなって、都会では、田舎者は全部来てるんですよね。だから、懐かしい田舎っぽい音が、新しい都会人が、買いたいから、それもヒットしたんです。だから、レコード会社が、そのマイナーなオーディエンスを狙って、もう生き残ったんです。それで。まあ、下に、で、もう一人の、その後の、ブルースアーティストでは、もう、今は一番、好かれるブルースアーティストで、ロバート・ジョンソンが現れるんです。で、録音は本当は30年代に入るんですけど、ロバート・ジョンソンのスタイルが、初期ブルースのスタイルと、みんなに言われて、その録音されなかった1900年前後からスタートのブルースを聴きたかったら、ロバート・ジョンソンの音がそれに近いらしいんです。はい、もう、すごく短いんですけど、とにかくパート2で、で、本当は大事なのは、この説明のところに、プレイリスト、推薦のレコードを、選んで書きます。全部は多分、YouTube で、楽しむことはできる。全部聞いた方がいいと思います。ありがとうございます。